はい、どうもはい、楽しい仕事の時間ですよ。ということで出来上がりました。本日こちらでございます。ありがとうございます。めちゃめちゃ美味しそう。いやいや、食べながら説明しますけれども、モイヨットちゃんの、モイヨットちゃんの豚肉のモイヨットちゃん炒め丼でございます。ありがとうございます。いや、本日、嫌な、家なのに、スマホで撮影しております。今気づきました。電池がね、ダメだった。電池がダメだ。はい、行きますよ。はい、こちらで行きます。今日は電池、あれ充電してたと思ったらダメでした。行きますよ。はいはい、乾杯、乾杯、乾杯です。おかしいな。当たりました。いただきます。前、あ、大根、ピーマン、豚肉だけです。前牛肉でやった時に相当美味しかったもんですから、これは豚肉でもいけんじゃないかということで豚肉でやってみました。うん、うん、あ、美味しい。あ、いいな。うん、うん、めちゃめちゃ美味しい。さすがモイヨットちゃん。うん、あ、ちょっと辛いけど、ちょうどよかったら入れるよ。もうちょっと辛いけどね。うん、うん、しまったな。手加減すぎたな。うん、大根もピーマンもこの倍あってもよかったわ。あ、大根もピーマンも、うん、この倍あってもよかったです。あ、美味しい。米も明日は十何穀米。あ、めっちゃめちゃ美味しい。作り方って簡単ですからね。ぜひぜひ撮れてる。うん、これ作ってる方の動画も見てみてください。めちゃめちゃ簡単ですから。もうちょっと炒め時間を短くしてもよかったかな。うん、もうちょっとピーマンの食感残してもよかったかな。これなぜかって言いますと、これ僕の責任なんですけど、当たり前だよね、僕一人だったんだから。米をチンに入れるタイミングをちょっと見誤った。言いづらいね。遅くなっちゃいました。豚肉も美味しいんだ。遅くなっちゃいまして、ちょっと待ってたんですよ。あ、もう良さそうだけどなと思っても、なんかタイミング的に熱々でこうやっていきたかったから、ちょっと待ってたんですね。その分の 2,3 分がだいぶ影響して、これでも十分美味しいですよ。美味しいんだけど、もうちょっとかな。もうちょっと短くてもよかった。大根ちょうどいい。うん、味も染みてるし、うん、うん、いい作戦だったな。最初ちょっとだけね、水入れたんですよ。うん、最初っていうか途中でまずちょっと焼きを入れて、まあ見ていただければ分かりますけど、香ばしさを出した後で大根の中までね、表面だけじゃなくてちょっと味染みてほしいなと思って、ベイパー入れて、まあちょっと見てください。ちょっとだけね水足して、ですぐ飛ばしてから
ピーマン入れて。うん。その手順が良かった。もうちょっと。短くっていうのと、なんとおいしいな。大根とピーマン倍だな。もう一回やるか。同じメニューばっかりじゃあれですけど。牛肉でも豚肉でも美味しいんだな、やっぱすごいな、これ。めちゃめちゃ合います。だご飯のおかずにもいいけど、シュワッとするののつまみに作ってもいいかもね、これすごいよ。モートちゃん、ほんと辛み、甘み、酸味のバランスが非常にいいしね。うまみもね、十分ですからぴったりだと思う。あ、この動画の、いつも言ってますけど、この動画の説明欄、皆さんよく概要欄って言ったりしますけど、説明欄にもよとちゃんの購入リンクもありますんで、ぜひそちらからよろしくお願いします。そちらから購入していただけると、キジマにも100円200円までの大金いかないはずですけど。すみません、大事な説明の途中です。すみません、 Amazon なんちゃらでやってるんで、ちょっとキジマの収入にもなりますんで、ぜひもし買われる方いらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いします。僕もそこで買ってます。僕も Amazon で買ってます。です、はい、いきます。あー、綺麗だね。はい、はい、俺です。あー、ちゃい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 です。めちゃ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 美味しい。うん、やっぱ倍だったな。はい、ごめんなさい、失礼いたしました。動画が切れてしまっていることに気づかずに食べておりました。で、はい、今日もとっても美味しかったです。ごつ、あれごつ、あれあれ、このタイミングで気づきました。ごめんなさい。ですが、最後まで美味しくいただきました。モイヨットちゃんの味付けで作ったんですよ。豚肉、豚のバラ肉ね、いつものぶっとく切ってるやつをさらに細かく切った豚のバラ肉、そしてピーマンとデークに大根、で下は十何穀米、目玉焼きのせ、モイヨットちゃんの炒め丼でした。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまなんですが、これ簡単に作れてめちゃめちゃ美味しいので、作ってる方の動画またね、別にしてありますんで、そっちの方の動画もぜひご覧になってください。よろしくお願いします。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。それでは、頑張っちゃどうだ、頑張っちゃどう、えい、ー